大塚明夫は日本の声優、ナレーター、俳優である、東京都新宿区歌舞伎町出身、マウスプロモーション所属、ジップは声優の大塚佳を。東京都新宿区歌舞伎町にあった新宿赤十字病院で生まれ、小学校入学時に国立市へ転居。役者として活動する前の秋夫は、役者である父の近夫とはうまくいっておらず、誰が、 役者になんかなるか、と息巻いて大学を中退していた。その後23歳まではトレーラーの運転手を知っていた。しかしその頃に好きになった女性の恋人が劇団員であり、男の人は夢がある方が素敵と言われ、交際を断られたという過去がある。そして、秋夫は役者になってやると発奮する。最初は中台達也主催の無名塾の入所試験に臨み、 受験者1000人中6人まで先行に残ったが、塾長の中台の方針でその年は女性しか取らないということで落選。次に、父から学費17万を借りて、文学座の養成所である文学座演劇研究所に入所するも、研修生には残れず1年で卒業。その後、井上久志主催の小松座に入団する。しかし生活が苦しく、父から、 声優の仕事を紹介され、現在に至っている。声優デビュー作は、OVA、アイウェオ、アニメ世界名作動話全集のシルバー。デビュー後から現在まで一貫して、マウスプロモーションに所属しているが、秋代はデビューから支えてくれた、名や六郎と妻の三枝、息子の良介に恩義を感じているため、今後も遺跡については考えていないという。年月日、 東京国際アニメフェア2006で開催された第5回東京アニメアワードで声優賞を受賞。2012年10月にニュータイプ街遊びアニメアワード2 0 1 2にて男性声優賞を受賞し、ライダーで男性キャラクター賞を同じく受賞している。また2015年に第9回声優アワードにて富山隆賞を受賞。 2015年3月26日、自身初めての全編、著作、声優魂を星会社より出版。帯には、声優だけはやめておけ。というキャッチコピーが書かれている。声優魂出版後、その内容を受けて、本気で声優を目指している若者に向けた、少人数制の特別講義が企画され、同年9月、 正解者が運営するウェブサイト、次世代上にて、次世代クリエイティブブートキャンプと題され、サイト上にて参加者を募集。10月に開催された街遊びボリューム15にて、講師に大塚と、名谷良介の2名を迎え、1日1回限りの講義が行われた。このワークショップの模様は書籍化され、2016年6月、大塚の2冊目の著作。 大塚明夫の声優塾として出版された。2017年1月7日、マウスプロモーションの HP にて結婚したことを発表した。1月9日、テレビ朝日にて放映された人気声優200人が本気で選んだ。声優総選挙。3時間 SP で第10位に選ばれる。2021年には国民的人気アニメ作品であるルパン三世の レギュラーキャラクターである次元大輔役を小林清から引き継ぐ形となった。洋画吹き替えにおいて数多くの作品に出演。初のゴールデンタイムでの主役の吹き替えは、レッド・スコルピオンのドルフ・ラングレンである。スティーブン・セガール、ニコラス・ケージ、デンゼル・ワシントンを専属、アントニオ・バンデラスやドルフ・ラングレン、サミュエル・エル・ジャクソン、デニス・クエイドなどの吹き替えを、 数多く担当している。水曜シアター Q の放送開始予告には、セガールの出演した映画の映像が使われているが、その流用された映像の吹き替えも大塚が担当した。マスク・オブ・ゾロ、レジェンド・オブ・ゾロではバンデラスが演じたアレハンドロ、ムリエッタ、解決、ゾロの吹き替えを担当しているが、それいけ。アンパンマンでも、解決ゾロをモチーフとしたキャラクター長ネギマンを演じて、おり、 歌唱も披露している。銀河万丈、銀河鉄章と並んで、アーノルド・シュワルツネッガーとシルベスター・スタローンの両方を吹き替えた経験もある。その他、ナレーションやアニメ、ゲームでの出演作品も多数。代表作の一つ、ブラック・ジャックは、もともとは俳優の内藤強が演じる予定であったが、内藤が急病で降板することになったため急遽、代役として演じたことが、 きっかけとなった。週刊アスキー連載、進藤秋子の絵、それってどういうことでの対談にて、いい声優は、いい役者でもあるはずですと語っている。また、本人は、吹き替えという仕事があることを光栄に思っており、世の中に吹き替えが、もっと浸透してほしいと語ったこともある。顔出し NG の声優ではなく、2015年11月16日放送の、 バラエティ番組、しゃべくりセブンでの松坂通りが、今、会いたい人として、大塚の名を挙げた者の,の出演はなく、その理由を、日本テレビ側が、顔出し NG のため来られませんでしたと、スタッフが説明したことについても、大塚は、え私は別に顔出し NG ではないのだが、まあ、いっか、と明確に否定している。特技は、空手とプロフィールにあるが、やっていたのは若い頃だけ。 と、稲村優奈と川瀬明子のトリプル a で行こう。で語った。大型自動車、牽引自動車、普通自動二輪車の運転免許を取得している。自動車はマニュアル車が好きでイタリア車を保有していると、広角機動隊のインタビューで語ったところがある。頑固者の父との関係はなかなか難しいものがあったと、回想している。しかし、父同様に役者の道に進み、 さらに声を中心とする声優業が中心となったことで次第にしっくりいくようになったと語る。弟は役者ではないので未だに親父と何を話していいかわからないとよく言っているとのことである。以前は近尾との共演は、あ、親父がクレジットに出てる。やだなぁと照れていたが、お互い元気なうちに何か芝居を作りたいとも語っていた。近尾に 何も残してやれなくて、ごめんなぁと言われた際に、俳優として一番大切なものを残してもらったと返した。近尾がそれは何かと問うと、血だと答え、それに感動したと近尾は後年インタビューなどでたびたび口にしていた。また近尾は、感性に生きる仕事を選んでくれたことは、嬉しいとも語っている。幼少時代は、近尾が、ゲゲゲの鬼太郎で、ネズミ男の声を演じていたことで、 小ネズミ男、ネズミ小僧などとあだなされ、いびられたことがあり、このことを友達に明かしたことを後悔したという。また、秋代が赤ん坊の頃に母親が不在で、近尾が胸中に読まないといけない台本を読んでいたという際に、秋代が大泣きしたため、うるさいとの理由で押し入れに閉じ込められたことがあったとも語っている。このエピソードを秋夫自身は、そうするのも無理はないとし、 役者になっていなかったらそういった心境も理解できなかっただろうという趣旨のコメントした。ストレンジや無効人んのオーディオコメンタリーでは、近尾の演じたネズミ男を真似て自己紹介し、山寺光一から、それはお父さんの役じゃないですかと突っ込みを受ける一幕を見せた。その後、映画妖怪ウォッチシャドウサイド期王の復活に、北郎のキャラクターがゲスト出演した際には、 アキオがネズミ男を演じている。メタルギアソリッド4では、オールドスネークとビッグ、ボスという親子役を親子で演じている。また、メタルギアソリッド3の、ネイキッドスネークと前日のビッグボス、キングダムハーツバースバイスリープの、ゼアノートなど同一人物の総年期と老年期、バビル2世の読みのようにシリーズこそ違うが、一つの役を、親子二代で演じた例もある。また、 荒野の七人を飛行機の機内で上映することになっていた際、予算の都合上で吹き替えを担当した声優が呼べず、若い者を起用しようということになり、自分の息子なら文句ないだろうとして、秋代がチャールズ・ブロンソンの吹き替えを担当したことがあるという。しかし、吹き替えを担当した際、秋代の耳にはその場にいないはずである近尾の違うなぁという声が聞こえてきたという。 2015年1月25日放送のテレビ、東京系で放送されたバラエティ番組、スマップの中間管理職、稲垣草薙コンビ初 MC、1位じゃなくていいじゃないで、ナレーターとして、父のか尾と一緒に、自身の名前を連ねたが、事実上これが、最後の親子共演となった。その後、2015年5月4日より、父が長年演じていた、 忍ぶ乱太郎の山田先生を引き継ぐことになった。その後も先日した妖怪ウォッチでの北郎のネズミ男、リブート版のチキチキマシンモーレースのブラック魔王、キングダムハーツシリーズのマスターゼアノートなど、チカオがかつて演じた役を引き継いでいる。また、2018年の映画、野獣処刑人座、ブロンソンの日本語吹き替え版では、前日の通りチカオが、 持ち役にしていた俳優、チャールズ・ブロンソンのそっくりさん俳優である、ロバート・ブロンジーの吹き替えを近顔に近づけた声色で担当した。2021年には、ルパン三世、パート6で長年にわたりテレビ放送及び映画上映されている、ルパン三世シリーズにおいて、1971年の最初のテレビアニメからただ一人レギュラーとして、次元大輔役を務め続けた。 小林清の公認となる。次元役を引き継ぐ以前にも TV スペシャルや映画にゲストキャラクターとして出演経験がある。大塚はリアルタイムでルパン三世の大ファンだったのでオファーを受けた当初、次元、大輔のビジュアルから清さん以外の声が聞こえるのは僕自身が納得しかねる。かといって僕が断ってしまえば誰かがやる。と悩んだが、 人がやってるのを見て寂しい気持ちになるよりかは、自分が叩かれれば済むと思い立ちオファーを受諾した。一クール目のアフレコは、小林のもとに挨拶へ行けないまま始まり、自分の声を聞いて、これ、次元じゃないじゃんと感じ非常に苦しんだが、収録後に発表された、小林のコメントで、次元は、江戸っ子、雰囲気はジャズにも似ているというヒントを得て、先の道が見えたという。一方で、 90歳までやっていたかったと綴っていたことについて小林が自分に喜んで役を渡したわけでは決してないと感じつつもその上でヒントをくれたのかなと思うとありがたいですし涙が出そうになりましたと語っているまた YouTube で公開された PV のコメント欄で大塚の演じる次元について違和感がないと評価する声が多かったことについてはほっとしたという 収録にあたり、ルパン三世役の栗田寛一からは一言、自信を持ってやってくださいと言われたという。大塚は栗田も、先代の山田康夫が演じるルパン像を崩したくないという思いでやってきており、当時栗田が感じたことを自分が今感じているんじゃ、ないかと考えている。また、小林や初代ゼニー型警部役のナヤゴロウなどの中で、やってきた栗田と、 顔見知りで、息のわかっているメンバーの中でやる自分を比較し、栗田さんの時と比べて考えたらなんて楽、してるんだろうと思っているという。父の近江は、同シリーズの主要キャラクターである、石川五右衛門の初代声優だった。小林は、大塚から、父がなぜ、五右衛門役を降板したのか尋ねられ、返答に急したことがあることを、有退治のコメントで述べている。 大塚は小林への返答として、以下のコメントを発表した。身が引き締まりました。清さんの思い、確かに掴んで話さないよう精進します。思えば僕は大魔王謝罪ンで、清さんの恋に出会い、妖怪人間ウェムを経て、そして次元大介に憧れました。小学5年生だったと思います。清さんが50年をかけて、生命を吹き込んだ次元大介は、 もはや清さんそのものだと思っています。次元大介から清さんじゃない声が聞こえてきたら嫌です。もしかしたら誰よりも。だからこそそんな自分さえも納得させうる次元大介になろうと勝手ながら心に決めました。江戸の息、江戸っ子、ジャズ、胸にしっかり刻んではドン、受け取らせていただきます。大塚明夫声優の八尾和樹は 国学院大学久我山高等学校の同級生であり、俳優の宇賀寺武氏は、国立市立国立第七小学校、国立市立国立第一中学校の後輩にあたる。ふとじはメインキャラクター。担当俳優映画、ドラマアニメドラマ CD 朗読 CDCD CD を媒体としたオーディオブックについては、オーディオブックの節を参照。バラエティ音楽番組 CMDVD。 ありがとうございます。